ね、シンジ。シンジ、ずっとおじいちゃん子だったよね。お母さん、おじいちゃんの介護してて思ったの。自分の時どうなるのかなって。長生きはしたいけど、シンジの重荷になるのは。俺は嬉しいよ。長生きしてくれた方が。その言葉。覚えてろ。しっかり頼れる介護保険新登場。介護保険もアフラック。レゴルイージナー。ゴー。ヤッホー。ヘロイデー。ヘローマリオ。協力プレイで新たなる冒険へ。レゴスーパーマリオ。頑張ります。いけー。いよいよアニクル。サトシと斉藤、3度目のバトルがスタート。よろしくな。斉藤渚ちゃん、サトシならぬ達也と一緒に、いやーい、保健地で格闘タイプバトル。ウヒーがもぎる。バレットパンチ。キャラさん、さらに日本のどこかにあるポケモンが大好きな人が集まるお家。ポケモンのお家集まる。行くぞ。よし。来た来た。おっしゃー。体だ。よいしょ。ああ、どうしたの？こんなに避けてるの？なんでやったのこれ？気をつけて。よいしょ。よいしょ、ちょっとちょっと。ちょっと何やってんのさっきから。いやいやいや、これ見てわかるでしょ、うん、スマホロトムプラスでございますよ。飛んだり避けたり登ったり、体を動かす体アクションでポケモンたちと出会えるポケモン図鑑スマホロトムプラス。伝説のポケモンディアルガやパルキアなど、なんと800匹ものポケモンが登場するぞ、うん、さらにサトシとかゴーの他にもダンデ様もキバナ様も出てくるし、アニポケのポケモンたちもいっぱい出てくるからね、そういえば皆さん、アニポケといえばですね、いよいよサトシが斎藤にリベンジしますね。あ、そうだ、ついに3度目の対決だからね。サトシと斎藤どっちが勝つかな。いや、次はちょっとねサトシ勝ってほしいなと思うけどね。そうですね、うん、格闘タイプじゃないですか斎藤が。ちょっと同じ匂いと言いますか、確かにタイプとして同じなので、うんうんうん、やっぱ空手の達人応援したいな斉藤。見逃せないね。そういえば今日、うん、サトシと斉藤のバトルを楽しみにしているポケダチがですね遊びに来るんです。誰誰だろうか。来た来た来た。いらっしゃいましたね。足元チューム。おあれ、小さい小さい女の子だ。白い。おけんちは。おけんちは。おけんちは。いいね今日も。ヤギ座ちゃんじゃないですか。よろしくな。あ、かわいい。かわいい。よろしくお願いします。おけんちにゃ。かわいい。以前おけんちの夏祭りにニャンスの姿でお手伝いに来てくれた斉藤なぎさちゃん。これはもうヤギ座ちゃんでしょう。これはの姿は斉藤渚ちゃんです。あ、アニポケの。アニポケの。本当だ、格好が違う。はい、格好してきました。格闘タイプ。格闘タイプ、 タイプです。こんな可愛い格闘。ちょっとパンチやってみて。パンチ。あ、可愛い。可愛 い、 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 い、
クソイレな人生から逆転するんだよ。とにかく斉藤、俺はあんたには絶対に負けねえ。望むところです。ああ、相当じゃないか。やってやるよ。やめてよ斉藤。どうすんの暴れる君。アニポケの前哨戦として、うん、斉藤チームと達也チームに分かれてゲームやりませんか。ああ、面白そうじゃねえか。やらなきゃ誰かの養分ならやろうぜ。この後翼でルチャブルになりきって翼を広げろ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。メガ進化できるようになったからな。ありがてえ。